どうも PO25 ですというところでパイレーツのフランチャイズやっていきましょう。よろしくお願いします。現状パイレーツ46勝42敗で地区3位ね、首位のカージナルスとは2ゲーム差というところで、まあ、ただ、下を見ましてもカブスがねまだ4ゲーム差というところで非常に激戦の地区、まあ、どの球団も5割以上の成績を残しているというところで非常に面白い戦いができているんじゃないかなと思っております。まあ、そんな中で本日は7月の6日の試合やっていきます。そしてこれが、前半戦ラストになりますので、まあ、次からは後半戦に入っていくわけですが、多分次の動画はトレードデッドラインの動画になるかなと思います。まあ、まだトレードデッドラインを生放送でやるのか、いつもというか、まあ、ここ最近よくやってる生放送でやるのか、まあ、私が1週間前まで飛ばして、進みまして、そこからラスト1週間を過ごしていくのかっていうのはちょっと決めてないんですけれども、とりあえずこれが前半戦ラストということだけは覚えておいてください。さあ、そんな前半戦ラストの試合はどういうマッチアップか、こちらになります。ツインズとの試合でございます。相手先発はパブロ・ロペス、うちの先発はポール・スキンズでございます。やっていきましょうというところね。まあ、ロペスですからね、まあ、ツインズのエースと言ってもいいんじゃないでしょうか。パブロ・ロペスに相対していくは、我々トッププロスペクト、今シーズンデビューしましたポール・スキンズでございます。デビューを動画で収めまして、まあ、それ以降ちょっと怪我もあったりしてね、ちょっと故障者リストに入ったんですけれども、ただのまあ復帰後はまたローテーションを守ってくれてまして、復帰後はですね非常にまた安定した投球を見せてくれてまして、ここまで5勝5敗なんですが、防御率は 3.53 と、まあ、3点台素晴らしいですね。頑張ってください。さあ、疲労がとんでもないですね開いた瞬間びっくりしちゃってすげえ疲労だな。一応前半戦はね、今日は下で終わるんで、疲労はあんまり考えなくてもいいかなと思うんだけど、ただシリがあまりにも疲れてるんですね、これね。どうするか、ま、シリの代わりとなるのはベジファンぐらいですよね。まあ、ハンサー・ルベルトがね、ここなんだかんだすごい状態というか、まあそれなりに働いてくれてまして、まあ、予想以上なんですよね。ウルシェラがちょっと復活するまでは頑張ってほしいな。ただ今日のオーダーはどうするか、相手はパブロ・ロペス右ですからね。どうしよっかな。ヘンリー・デイビスを1番で使うか、今日は。最近はヘンリー・デイビスをちょっと1番で使うことが多いですね。で、レイノルズが調子上げてきてくれました。これは非常に素晴らしい。で、まあ、オニール・クルーズ、スビンスキーの打順だよりは難しいのな。6番ぐらい入れとくか。シリな、使うか、今日シリ。まあ、使うか、でもシリは。今の打線の状況でシリ外すのがちょっと厳しくてですね。まあ、ヘイズか、アルベルトか、アルベルト行こうか、サードで、今日は。ちょっと調子が、あ、でも、そうか、ニック・ゴンザレスの調子が悪いのか。どっちかだな。いや、でも、ヘイズね、どうか。でも守備考えたらあれか、ちょっとニック・ゴンザレス外しますか。で、ヘイズ、アルベルトか。アルベルト5番でいきましょうか。で、エンディ、まあ、キャッチャーはエンディでいっか。ちょっとこれでいきますか。いきましょう。ん？何？ああ、まあそうか。シリは疲れてるよと。シリ外すか、今日じゃ。ベジファンセンターいきましょうか。これでよろしく。さあ行きましょう。相手ツインズはどういうあれなんですか。フェアチャイルドとかいるのか。でグリチャック、パクストンは健在なんですね。おお、フランシスコ・アルバレス、マジで。ああ、でもそれ以外はなんかめちゃめちゃメンバー変わってねなんかねえ、すげえメンバー変わってる。今のツインズに在籍してるメンバーすっげえ少ないけどびっくりしちゃったな、これな。ね、さあやっていきますか。ポランコとかもいないんですね。さあ行きましょう。ツインズは40勝50敗でしたか。ちょっとね、負け越ししている球団ですので、ここで落とすわけにはいかないですね。我々としてはやっぱりこう地区の争いもありますので、頑張っていきましょう。調子いいの、フランシスコ・アルバレス。
すごいね、17本か。 OPS も876あるのか。ちょっと注意ですね、フランシスコ・アルバレスね。背番号13、ギャロ先生の背番号背負ってますよね。いきますか。さあ、相手はパブロ・ロペス。まあ本当にまとまったピッチャーですもんね。6勝6敗 3.77 なんかですね。パブロ・ロペスっぽいなっていう成績ですけど。ここ三振か。まあ、ちょっと初回はでもどうでしょう、レイノルズで、まあ、ちょっとだけ球数投げさせられたんでそこはいいかなと思います。ちょっと前2人が淡白に終わったんですね。さあスキンズよろしく。手動だとスキンズ結構使いやすいんでね、今日は期待してもらっていいですよ、ピッチング。頑張ってるスキンズね。よし頑張れ。さすがオニールクルーズ。もう取って肩さえ見せてしまえばオニールクルーズは大丈夫ですからね。よーしね、緩急98、97と攻めた後の85マイルですか。これは緩急つくよね。いいチェンジアップだったね。すごいね。鬼緩急だもんね。なんですけど。よっしゃ、どうだ、これは弾丸ミサイル。そのままライトの頭を越える。3つ行くんじゃ、あ、いけないか、無理か。いやー、でもちょっと弾道が上がんなかったね。弾道、ちょっと角度ついたら、あれ、あのままスタンドだからね、すごいの怖いよな。タントンとかと同類のあれだもんね。ちょっと早めに、あー、詰まった。ちょっと早めに意識したのに、それでも振り遅れてるんだ。マジで？よっしゃー、ベンジマン、いい当たりです。鋭い当たりを放っていきました。今日ベンジマン起用してますから104マイルいいですね。すげー打球打ちましたね。いけるんじゃないかこれ。いいぞ、よしよーし、エンドラン。エンドランする気はなかったんだけど、まあ、ベジファンの単独スチールかつ、まあ、グリーンライト的なね、そう、いければいいよから、まあ、ストライク来たんで追い込まれてるし、振ったっていう感じで、あー、チャンス拡大だ、頼むぞ、ブライアン・レイノルズ。69か、結構舐めさせてるな。どうだ、落ちてくんねえかな。いや、落ちねえか、バクソンだもんな。無理か。まあただ一応ね、パブロで止めたってはいてるっていうのはこれいいことではあるんですけど。いいんじゃない、アルベルト入らねえんだよな。あ、バクソンが、ああそうか。縦横無尽にグラウンドを駆け巡る男、バイロン・バクソン。やっぱり趣味でプラス稼ぐよな、バクソンはな。止めたバクソン大丈夫さすがにね。わあ、でも早いな、やっぱな。よし、ここはテンポよく内野ゴロ3つで3アウトです。いいんじゃない、右方向素晴らしい。さあ3つは無理か、2つだな。よーし、いいぞ、ケブライアン使って正解でしたね。よーやったぞいいガッツポーズ。右方向にしっかりと打ちましたね。走ねえ、泳がったかな。いや、行こう、よし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 、オールセーフだ。よし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 、いいよ、よく、よかった。間違って走らせちゃったんだよな。危なかった。反応遅れてるでしょ。危なかった。よし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 、チャンス拡大ですね。何はともあれ。よし、1点ですね。あー、しかも。あー、これはちょっと相手の守備。乱れましたね。よし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 、とりあえず1点先制しました。いやそうだよな、詳しいよな。よし、まみた。さあ2アウト満塁、頼むよスーパースター。ここで変わりますね。左か、ワンディ蹴られた。そうか、うわ左か、参ったな。帰るかこれ。そう、リーブレスバック、コナジョー行きましょう。まあズニーノがジョーですけど、まあ、とりあえずジョーかな。ズニーノはちょっとあまりにもちょっと代打出すにはキャッチャーがいなくなっちゃう。うわあ、不審させちゃった。
まあ、でもいいチェンジアップだったね、さっきのはね。この間ちょっとお疲れ。アリカビデオの回路か、ちょっとね。うわ、吠えてるな。いいね、ワンディ。ただ1点は先制しました。まあ、でもこのチャンスで1点止まりって考えた方がいいのかな。やばい、マジで足はそんなに速くない。まあ遅くもないけど、うん、ツーベースですね。まあ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 、まあ、ホームランじゃなかったけどまだいいか。ちょっとブルペン準備が必要かな、ここから。あ、めっちゃ喜んでる。わー、抜かしてった。ノーアウト1、2塁か。やばい、デイビス肩があるよ、デイビスには。そうだよ、元キャッチャーの方だからね。とりあえずとりあえず一旦は大丈夫。ギャラットクーパーにちょっと打たれたけども、甘かったね、スライダーがね。はい、うわー、外れちゃった。チクショー、チクショー。お久しぶりです皆さん、ジョシュ・フレミング行きましょう。しばらくマイナーにいましたが、またメジャーに戻ってきました、この男。ちょっとロングで2イニングぐらい行ってもらいましょう。いけるか、ウィリアムス見せ場。よーし、いいね、ショートの見せ場、素晴らしい。途中から入ってるウィリアムス見せました、いいですね。まあね、ちょっとオニールクルーズに早々に代打を出しましたので、よくさばいたね、これね。しかもバクソンだからね。モランか、モラン打ちづれんだよ多分これ。すごい大きな変化球があるんでね。スイングはもう私も一度使ったことあるんで分かるんですよね。スライダーですから。わあ、マジで横手ってほんの横手でもないけど、まあスリークウォーター気味から投げ込まれるスライダーっていうのは、左ピッチャーに、左バッターにとってはね、なかなか厳しいものがありますね。いいね、ウィリアムス今日守備軽快だね、素晴らしい。相手はもうダイロブロードに変えてきましたか、モランから。1人結構完璧に抑えてたから、そのまま来るかなと思って。よっしゃ、どうだ、よし、またね。さあ、バクストンなんで、ちょっと3つのは狙い目にはならないですね。また2つ、さあ、今日何回目の先頭ツーですよ。もう先頭ツーベースは2回目ぐらいか。よーし、いいぞ、いいぞ、俺、いいのぜ。いいね、みんな盛り上がるね。振り抜きました、素晴らしい。調子上がってきてますからね。そりゃレイノルズが打ってくれなきゃね、このチームは勝てませんよ。よし、いいね、いいよ、まあいい右打ちだ。 OKOK、 さあ2アウト3塁、頼むわスウィンスキー、よろしく。いいんじゃないかな、ダメか、どうにかない。あー、クーパーがうまい、クーパーのすくい上げがうまい。いやー、この回も無得点か、悔しいな、悔しいな。ロハン・ラミレスにちょっと任せましょう。スライダーで空振りが取れるんでね。うん、どうでしょう、まあ、タイブレイクになったエクストレーニングの方がやっぱりこういいピッチャーを取り込みたいんでね。いやー、マジ、うわー、デイビス、よし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 、デイビスの肩が全てを抑止しますね、本当に。これは2安打とフォアボール、でかすぎる。これはでかすぎる、アルカシか、ここはアルカシだな、アルカシよ。うわ、どうだ、勝負だな、いけるよこれは、見せろ。よし、これだよこれ。元キャッチャー、元キャッチャーという現時点でもキャッチャーはやるけどね、たまにね。この肩よ、見たかい、これ、ドーンと飛んでドンピシャ送球、これだよな、美しい。うわー、いいスライダーだよ。この回も点なしと、
9回はチャド・グリーンに抑えてもらいましょ そうね、で次の回エクストライニングでどうにか1点取ってベドナーで締めましょう。うわー先頭出した、よしいいぞ、いやうまい、いいねいいよアルベルトいいぞ、いいすべキャッチだわ、いいねアリカ・ウィリアムスもかっこいいね、取って投げる、高め浮いた、大丈夫あここで変わったニコ・ホーナーが来ました。そうですね、ピーテクロ・アームストロングと一緒に来てますので、カーブ数戦の時にいねえなって言ったんですけど、ついに行ってました、はい、やばい、あーもういいか、ランナーいなくなってて正解だったな、これな、危なかったな、よしキャッチャーエンディ落ち着いて、遅くないエンディ、ちょっとメーターはしっかりしてたはずなのにエンディの反応が遅かった、よーっとあー無理かな、無理かー、うわーふわふわしすぎてるチャドグリーンが、この回はチャドグリーンに託したいんだけど、ブルブル誰も準備してねえしそうか勝負だな、グリチャックか、もうどうにかなるしかないですね、もうね、なんとかなれた一番冷める展開で終わりと、いやもうこれはもう真ん中投げるしかないですからね、真ん中というかもうストレートゾーンですからね、よーしツアトルでね、ツアトルでね、よし OK 落とすなよ OK あ怖かった、グリーンがふわふわしすぎ、いや危なかった、じゃあ延長ですかね、よしいい仕事、これでいいこれでいいこれでいい、よしベニファンなら帰れる、ゴーよしちょっと決め、ベニファンなら帰れた、ベニファンでよかったよし足は武器だね、ナイスさすがオハン、任せましょう、頼むよベドナー、安定感もだんだんと取り戻してきました、よし頼むよ、あとは本当にもう私延長で勝った記憶がないんですよ頑張ってな、いやマジマジマジ、ちょっとちょっとエンディーアウト確定かー、エンディー止めてほしかったー、これは見て見て一った、よし OK いいぞヘイズでよかった、アウトローノブさんの原点に投げ込むしかない、よいしょよし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 、ツーアウト、いい勝負いい勝負、一番声もマット・ウォルナー、しまってここ気に抜かないようにしないと、次これやだぜずりーよ、うん、おいボールじゃんおいおいおいオスティマーティン代表ね、だってさよならのランナーだもんね、おいおい全クラッチを背負う男来ちゃったよおめカルロス・コレア、すごいな、成績全然振るわないな、2割分3厘で7ホーマー24打点か、ただまあクラッチは本当にもうこの男はありとあらゆる局面を経験し乗り越えてきた男ですからね、そんなちょ1なんでさよならの展開になっちゃったうまいったね、外れた、いい、いいよ、これは怖いもん、次だね、ギャレット・クーパーねなんか多分能力的にはこっちの方がクラッチあるんだろうけど、よーしうーん、まあそうだな
球種絞りやすくなっちゃったな、相手な。もういいや、それでもいいしかないもんな。はい、あー負けたー終わりだ。あ、じゃあ負けてね、ちょっと待って負けた負けた負けた、そうだ、満塁だマジIn this situation, this guy's looking to put the ball in play and find a hole somewhere. Well, he did exactly that. ちょっと高め浮いちゃった。マジで。いや、すげえうまい流し打ちだもん。うわー、ベドナーで負けちまった。いっそでっけえ、これ。でっけえ、もうコリアの勝利じゃない、これ。コリアが紡ぎ出した勝ちと言っても過言じゃないんじゃないですか、これは。コリア怖かったもんな、あそこの展開な。いや、なんじゃこの試合、結局延長勝てねえな。うわー、そっか、まあ、負け投手はグリーンか。うわー、ベドナーで落とした、マジで。勝ち越し3か。あ、まだまだ2ゲームは変わんないんですが、よかった。はい、というところで終わりでございます。前半戦ラストの動画がちょっと嫌な感じになったんですけど、まあ、前半戦ラストの試合ではないので、次の試合ちょっといい展開に持ってってもらって後半戦入っていきましょう。まあ、トレードもちょっといろいろ考えてまして、まあ、そこも含めて、うん、頑張ります。ありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ではバイバイ。